お腹がすく構成、確かに。もうかまだご飯食べてなくて、本日のご飯はカレーでございます。最近カレーにハマったんだよね。あんまり好きじゃなかったのに好きになって、カレー好き。今では TKG も好きやけど違う、今日は。あ、まだ仕事しとるんや、大変。そう、何年か前におじさんもカレーにハマってた。そうなんだ。やっぱなんか人生のうちにカレーにハマる時があるのかもしれない。そう、なんか味覚がすごい変わって、スパゲッティも嫌いだったんだけど好きになって、全然今食べるし、嫌いだったものが意外と今食べれるようになって。嫌いではないんだけど、なんか微妙みたいなやつが食べれる。もともとね、スパゲッティも別に食べれるんよ。でも給食のスパゲッティは好きだった。もともと落ちそう。そう、嫌いではないけどなんか微妙みたいな。すごく好むだけではないみたいな、すごく好むわけではないみたいな感じだった。別にみたいな。給食の以外はね、給食のは美味しかった。なぜか。そう、食べ物の好き嫌い多すぎてて。そうなんや。私は、多いのかな。トマト好き、もともと。なんかね、緑の野菜は大体好き。ゴーヤは分からんけど、あ、ごめん、ゴーヤとアボカドはまだ食べたことがないから分かんないけど、それ以外は結構食べれるはず。緑の野菜。ゴーヤどうなんやろ、食べないよね、なんかあんまり。あ、へいへいへい、絶対落ちるやん、もうこれ。ピーマン好き。アボカドは食べたことないんよ。そう、パクチーも多分大丈夫。お前、これは落ちるな、いつか。大好きだよ、シール。シシトウ大好き。シシトウ大好きだよ。ズッキーニどうなんや、食べたことないな。確かに食べたことないのは食べたことないかもしれん。食べたことないか分かんない。オクラ大好き。なんか一般的に普段食べる緑はいける。アボカドだと食べたことがない。なんかね、挑戦しようっては思ってない。え、シシトウの天ぷら好き。アボカド美味しいんや。食べるのは好きくない。オクラ大嫌いだったの。オクラ大好きだよ、もうか。オクラの野菜めっちゃ食べる。パセリも食べるよ。大葉好き。なんか大葉が入ったさ、なんてフライみたいな。大葉と何、ささみ、ささみフライに大葉が入ってる。大葉だよね、あれ、あれ。みたいなやつが好きや。え、ネバネバ系好き。さっぱりする。うん、さっぱりする。あ、そう、大葉の天ぷら大好き。アスパラガスは今日買ってきた。明日アスパラベーコン作ろうかなみたいな。野菜を育て始めました。いいね、野菜。あ、ミユさんのタワーのお礼書くね。これでみんなの分見せれることになるかな。シソか、私が言ってるの。大葉とシソって違う。あれ、大葉ってなんだっけ。あれ、大葉って何、あれ。私なんか緑の葉っぱみたいなの思い浮かべてた。あれ、大葉。お、ありがとうって。うん、もちろんよ。それは大葉？シソって何じゃあ。
思想が分からんなってるんだ。ん、大葉って読まない、あれえ、思想って読むわ、分からんなった、分からんなった、待ってオーバーの商品しそうな、あ、そういうことね。オーバーしそうでしょって、なるほど、一緒だったのね。青じその葉をオーバーって、すごい。私青じそのドレッシングが一番好きで、野菜のドレッシング何がいいって言われたら青じそでっていう、なかったらシーザーが好きです。和風も好きだけど、そう、トップが青じそでございます。なんか青じそが好きって言ったら結構女の子とかのメンバーに、女の子とか、女の子しかいないけどメンバーとかに、友達とかなんか、あの、え？みたいな、渋いねって言われる。はじめました、はじめました。ごまだれはね、意外とあんまり好きじゃないんですよ。食べれないわけじゃないし、全然好きなんだけど、他のやつが好きそう、さっぱりしてるのがいいから。そうそうそう、全然食べるんやけどね。ノンオイル系、あ、確かに、あの被り物、今部屋に封印。青汁も別に好きではないけど普通に飲む。玉ねぎ、青じそいいよね。その種類の中におばが、あ、なるほどね、オッケー、ありがとう、めっちゃわかりやすい。ピエトロのドレッシングで、食べたい今日のお茶2割増しで便乗で、嘘、何もしてないよ今日は、おしゃおしゃだし。いいね、ありがとう。いいえ、今さ、ハッシュタグ企画やってるじゃん。ハッシュタグ企画の名前忘れちゃったちょっと長めで、でもね、そのハッシュタグをやってくれたらもう一回いいねしに行ってるよ。あ、でもあの、リセももかってつけてくれるとわかりやすくて見つけやすいから、ぜひリセももかとそのハッシュタグつけて、もうね、投稿してくださってるファンの皆さんもいらっしゃるけど、あ、STU は生で見るのが断然可愛いに、リセモモカをハッシュタグで、リセモモカかモモちゃんメールかな、どっちでも大丈夫やけど、でやってくださるとわかりやすくて、ぜひ投稿してみてね。一番目にもちゃんから言いに来た、そう、すぐ見つけれたんよそう、もう特攻して結構すぐの時に見つけられたと思う。
ありがとね、もちろん。だってもう投稿してくれて嬉しいじゃん嬉しいじゃない。もうの制服かわいい。なんか今日ゲットしたよ。写真1時間ぐらい。え、そんな迷ったの？あらあら、嬉しい。最初あったツイートするのぜひぜひいいねポチクリしに行きます。でもね、一個ね難点があってね、なんかね、自分のツイッターがなんか センスティブ、あれなんて言うんだっけ、あれセンドーチャラコーチャラみたいなやつがの設定になっててなんだっけあれセンシティブみたいな、なんかあって、そう、なんかそのそういうのってちょっとなんかなんて言ったらいい、安全じゃないって言ったら動画につくものじゃないですか。なのに全然いいこと書いてくれてる安全なやつの投稿もたまにバグかなんかそういうので、バグっていうのかな、わかんないけど、全然そう普通のなんよ、誰が見てもいいような普通の投稿にせんどちゃらこちゃらがついちゃって見れない時があるのがすごい、いつもさなんかムってなるのよ、見たいのに見れないんだけどみたいなあったり、そう結構なっちゃう、そうことがたまにあってね、そういうのがいいねできないんよ。そう、あ、 AI で判断してるからか、そう相手が設定してると全部で、あ、そういうこと？なるほど。でね、結構ね、例えばそういうことかもしれないけど、このファンの方いつもセンシスフティブになってるみたいな、あ、ちょっと間違えてるかみたいなこともあって、見れないってなってることが多いので、そう絶対もういいことを書いてくれてるのにみたいな、その設定向けてもらおうかな、マネージャーさんに。困ってる、結構センシティブ困ってる。センシティブ覚えれないもうメール返信とかがたまに見えん時があって、それでえーってなって何回もそれをの設定をのけようとしてるんですよ、頑張って、そのね、その設定を。でもやり方わかんなくて、なんかね、そうやり方が微妙なとこまでしかわかんなくてなんかできなかったの自分では。向けてもらおうか。だってうん、とマネージャーさんわかる、受けてもらおうかな。だってそう、全然普通の投稿っていうか、そのそういう際どくないやつにそれつくの嫌だそう冗談してみよう。あ、傷つくって意味なんだ。え、全然さ傷つかんしさ、あのさ逆にさ見てももかがさ嬉しいってなる投稿にさセンシティブ出てるの嫌じゃない嫌じゃない？だってさ見て喜ぶ投稿についてたらムってなるよ、私も。ツイッターの AI にそう、向けてもらおう。
また今度。そう、見れんくて傷ついてる。そう、逆にタグつけてわざわざする人いない。うん、タグつけてわざわざする人ならピエーってなるでも安心して、もうかはね、今まで一度もね、そんなさ、なんかハッシュタグ自分の名前つけて嫌なことを書かれたことないんですよ、ツイッターとか。だからみんないい人、みんないい人でいいことばっか書いてくれるのに、見えないのは嫌だから受けてもらいましょう。そう、平和よ。タグをつけてないのは見た、あの、わかんないけど、タグつけてはないから大丈夫。見たことない。うん、お茶ファンの方の優しい。でもね、いつかそういうものを見ても多分、見た10秒、見た1分間、1分間ぐらいすっごいへこんで寝たら忘れてそう、自分の性格的にそう、それ一瞬へこむけど、その後結構なんかあんま、まあいっかってなる人だから。寝たら忘れる、いい性格してるへこまないで。でもさ、なんか一瞬は誰でもさへこむと思うよ、いくら強い人でも。でもその後にそれをずっと引きずっちゃうか、まあいいやと思うかじゃん。全然どっちでも自分の個性だと思うんだけど。そうそうそう、甘やかしてくれんの。でも私このアイドルのやつやってて、ファンの人本当に優しすぎて、全然なんかそういうので困ったことないので、いつもありがとね いつも元気もらえるからありがとう伝えようと思って返信して。優しいねみんな本当に。無理せもが甘やかす十分甘やかされてると思う、みんなに。嬉しい、私は話しかけた時は全然甘くありません。めっちゃ甘いやんめっちゃ甘いやんもうかがさ、もうかのさ地元をなかなか帰れんから地元の風景を見せてくれて、甘いやん。いつもおちゃんとここに行くのと元気もらって、お、よかったです。センシティブだから甘やかしてくれて、傷ついてるの入会じゃぜひぜひ入会を。おちゃんの対応がいいからじゃん。いや、そんなことないよ、ありがとう。お父さんも甘いでしょ。うん、甘いもっちゃんから日々恩恵を、恩恵違ういただいて、少しでも恩返し、恩恵じゃないな、ご恩や、ご恩をいただいてるので少しでも恩返ししてできないかなと思って。そんなことないのにありがとう。もちゃんファンの人に甘いから、もうか甘い
みゆさんとありがとう。改めて桃推しになってくれて嬉しいよ。みゆさんと話すのはすごく楽しくてあっという間です。大好き、ありがとう。正解ありがとう。ライブでもね歌おう。ありがとう。うわ、ありがとう、かわいいって。こちらこそありがとうだよ。ありがとう、みゆさん。 Thank you Thank you, thank you ありがとう。昨日おまかお茶持ってきました。ありがとう、嬉しかったよ。ありがとう。1枚目の名前見てね。うん、待ってる楽しみすぎる。ありがとう。お疲れちゃん、お疲れちん。そう、私ね、そう、私ね、今日ね、メールが全然遅れてない理由があってね、さっきねめちゃくちゃね動画編集没頭しててねずっとそればっかりやってたらね、ちょっと時間がなかった。ちょっとでも今から後で送るんですけど、これで、お、明日フラジ楽しみ。おお、やった。 CD 発送通知、うん、そうでね、明日載せようかな、どうしようかな。なんか困ってたのが、私の後ろに一瞬あのお店で女性の方の顔が一瞬見えるとこがあって、それを頑張って動画でモザイクかけるのがめっちゃ初めてで、あの多分普段多分 YouTuber さんとかよくそういうのやってると思うんですけど、私には初めてすぎてなんか全然わかんなくて、ん？ってなって。めっちゃ苦労して、そう頑張って多分やっとできたかな、もう一回確認するけど、それが一番時間かかったメールじゃない、ツイッターです、載せるのは。でなんか明日はそのもうそう動画にモザイクが難しくて、あーってなってたそう、動画編集ってむずいんだなって思った。でなんかもちろん顔にはモザイクかけてない。なんかそうそう、アプリとかでやってみてやったんだけど、その動画は本当はあの AKB さんとかの曲でを入れて作りたかったんだけど、なんかツイッターが曲使っちゃダメらしくて、BGM を必死に探しまして、それっぽいなんかちょっと落ち着く感じの BGM を探しまして、フリーのフリー素材をめっちゃ探して、そう作ったのダメらしい。なんかそういうちょっと青春っぽい曲をかけながらやろうと思ったんですけど、彼女風動画を作ってて、でそれはできなかった。そう TikTok とかならね使っていいんですけど、 Twitter はダメらしい。そう著作権の問題で、彼女風とその倉敷に行ってきたんよ。でその時に撮った動画だから、倉敷の美味しい食べ物とかも紹介しつつ、風景とかも映しつつ彼女風動画を作ったから、そうなんか PR プラス彼女風みたいな感じにしました自分はそんなね
上手じゃないけどお楽しみに。そう、倉敷の PR 動画プラス彼女風みたいな。なんか PR も良かったんだけど、ちょっとそういうの撮ったことなくて、彼女風とかやけ、ちょっと撮ってみたかったんや。あ、着いた。そうそう、そうね、ちょっと明日間に合わんかったあれやけど、間に合ったら明日載せる。倉敷に行く人増える、増えるかな。私倉敷が大好きだから、そう、倉敷美観地区が主にだけど、倉敷それ以外のものもちょっとある。こっちぜひ。撮ったのはね、サーヤンです。なのでたくさん撮ってくれました。ちょうど1年前。おお、お仕事で通ってる。あ、そうなんだ。倉敷の石和菓子、なんかお団子みたいなおしゃれな、それ持ってた。そう、サーヤンカメラマンでお互いにね取り合ってます。だからサーヤンのいつもこれから、わかんないけど写真とか、ジャマジャドレミ舞台、見たい見たい。でも自分もやりたいって思った。すごい、やっぱ好きなアニメだからやりたいし、見たいって感じ。見たい。動画見て、あ、聖地巡りしてみてください。倉敷の動画ならほぼ紹介。おお、いいね。うん、ノイミーさん、倉敷桃子さんのパフェは食べたことないないです。姉ちゃんがサヤと花見いたと聞いた時のおもちゃの目が、いや本当にね、よく嫉妬するけど、あの舞台の上では本当にしてなかったよ。してなかったよ。あ、そうなんだって思ったけど、そう、だって自分もさ一緒に倉敷行ったから何も思わんかったよ。倉敷なんかしばらく一緒に遊べてなかったら思うかもだけど。もがすき、もがすき、もちゃんの PR 舞台がふさわしい流行してる。ゲットしました。47ページ返すります。ありがとう。嫉妬するのは否定しない、否定はしないけど、あの時は大丈夫だよ、ちゃんと。そうそうそう、ちょっとメールを送る用の写真をここで撮ろう。その動画いつアップ？明日間に合えば明日、間に合わなかったら明後日ぐらいかな。千鳥なう、どうしようかな。よく送られてくる、絶対このポーズ。
Okay. そう、岡山でライブあるみたい。私も行きたかったけど、農家はね、岡山出身じゃないから行けないの。今はメール写ってます。ちょっと明日出す、明日明後日に出す動画に没頭しすぎてちょっと遅れなかったから。パソコン出ししてない。これはこれは今の携帯、これは前の携帯。日曜日のね、八王子もめちゃくちゃ楽しみにしてる。パスワードのスクショを見て思い出しましょう。そう、新曲発売日が早すぎる。もうあっという間。そう、なんかもうあの発表からもうそんなに経ったっけってそう思った。四国公演もやりたいよね。ゴールデンウィークの愛知のフェス、行きたい。どうなんだろうね、いけるかな。あさって受け取る、ありがとう。そう、パスワードチャレンジな、こう、そう、5周年もね近い。明日フラゲだよ。そう、四国メンバー、そんにちは。なんか人生というか、人生というか日にちが過ぎるのって素晴らしく早い。もーちゃんに投資したのに全部コーチに入れたありがとう。投票したのか、投票したの、ありがとう、嬉しいもーちゃんが出てる子早く見に行ってみたい。ぜひぜひ、うちわとか持ってくれてたらレッスンするから、ぜひ。日々早いんよ。そう、早すぎてなんか困ってる早い。寝ると、明後日はドキドキする。そっか、うわ、中間発表か。あー、ちょっとそうだった、中間発表のことが中間発表だった。うわー、中間発表が13日なら彼女風動画明日出した方がいいね。なるべく早く出した方がいい。あー、速報。ちょっと今大川ね、速報の存在を多分怖すぎて頭から消してた最近。今ね、おうち公演も考えてるからちょっと待ってね。あと明日は彼女風の。あ、そう、中間はチリパだよね。速報。あの PR 舞台のことはすごい考えてたのに、速報のことはめっちゃ忘れてた。なんか怖すぎて、なんかもう記憶から多分排除してた今。やだやだ、つらい、つらいけど、まあ多分2日後ってあっという間だろうな。一旦置いとこ、一旦置いとこうか。いや、一旦置いとこうか。うん。うん。明日のせよう、頑張って。多分確認して。明日の朝が一番見てもらえるかね。まだ投票してません。よかったらぜひ。
チプチします。ごめんね、ありがとう。忙しいと時間加速するよね。しかもさ明日からさ、ごめん前もまだいいよ。そう、しかも私は行かないんですけど、明日から修学旅行らしくて、私は13日のリリースがあるから行かないんですけれども、明日もねまだなんか仕事が入るか入れないか分からなくてって連絡が来て、そう分からんよ、入ると思う多分明日も。でなんか仕事が入ってなかったら一人で学校行かなきゃいけなくてだから明日は入るから、明後日も分かんない、入るかも。もうね5周年の練習とかもいろいろ増えてきたりとか、他の仕事が入ったりとかもあると思うから、多分仕事だと思うけど、明日は仕事多分。修学旅行はどちら、多分熊本、分かんない、九州らへんだったと思う。補習じゃない、なんかみんなも、まあ、修学旅行って登校してるってことと一緒だから、行けない自分は授業を受けに行かなきゃいけない。そうそうそう、そう仕事がね直前に決まったりしてて、まだ今日も連絡を来てないけど多分あるみたいな聞いたから、そうそう、なんか本当は海外やったけどコロナで国内になったらしい。そうそうそう。でも自分はさ、いろんなところにさツアーとかで行けてるからさ、いつでもさ修学旅行みたいな。いつでも修学旅行してるからいいんだよ。そうね、今度みんなとも行くしね。お仕事優先してくれて本当にするよ。観光できないじゃん、まあ、観光はまあなかなか難しいけど、お仕事だったら。でもなんかあれ、なんかお差し入れとかでそこの有名な食べ物を食べたりしてるから楽しい。海外は興味ある。あんまりないんだよね。なんか、うん、楽しいんだろうけど、やっぱ海外喋れないから、そのそこのこと、国の言葉を、それが怖くて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 、あのなかなか勇気が出ない。でもなんかメンバーととかだったら、メンバーととかマネージャーさんととかやったら行ってみたい。そうなんか一人では怖い、留学とかは怖いです。だからなんかさ、友達が留学して、友達っていうかその学年の子が中学の時にオーストラリアに留学して、なんかそのホームステイをしてたんだけど、自分はもう絶対できないなと思って、怖くて喋れないからお金とかもよくわかんないし、だって怖くて絶対行けないっていう、誰かがいないと。オーストラリア、オーストラリアって言った私。そう、リコチすごい、リコチいたら怖くないね。怖い、単語が言えても怖いもん怖いもんパスポート持ってないよ、人生で一回も行ったことないから。やはやは
ボディーガードしてくれるの？スマホに通訳、まあ確かにね、さ困った時は最悪。フランス特に本当？嬉しい。ニコニコ笑顔で乗り切る？怖い。55分。時間ですね。ちょっとメールを。やばい、足がしびれてきた。これを送ったら、やばい、足が。私頑張ってる今。だいぶ押してきた。できた。よいしょ、呼んでいきます。13位のタライモさん、ありがとう。12位のタムネリマークさん、ありがとう。11位のマッピアノノッピーさん、ありがとう。もう国民 PR 動画楽しみしてて、あーい。はーい、ありがとう。10位のレントさん、ありがとう。君のひなっぴさん、ありがとう。8位のゼータンかこたかんさん、ありがとう。今日もおちゃんが一番可愛い、やったー、ありがとう。7位のケイスティンさん、ありがとう。宮島水族館で俺と思い出作ろう、あ、俺たちねみんなで行きましょう、ありがとう。6位のヤムさん、ありがとう。もおちゃん、さくの可愛いピアル動画楽しみすぎる、頑張って完成させるね、ありがとう。5位のおったさん、ありがとう。目覚ましに足裏写真ね、やだ起きてね。4位のスタジオしゅくちゃん、ありがとう。もうこごみもうちゃんを PR 舞台へ、ありがとう。3位のきさしさん、ありがとう。2位のとしさん、ありがとう。今日の思うかも可愛すぎるので結構して、ありがとう嬉しい。うちのみゆさん、ありがとう。お礼ありがとう。これからも一緒に頑張る。うん、こちらこそありがとう。忙しい中見に来てくれたり、ありがとうございました。戸田川さん、猫ありがとう。ピアノピーさん、またありがとう。ひなぴさん、タンポポありがとう。さん、ありがとう。ティサシさん、ありがとう。高徳さん、ありがとう。タカちゃん、ありがとう。タマネギさん、ありがとう。アリマルちゃん、ありがとう。ナラニシさん、ありがとう。スーパーカブさん、ありがとう。ありがとうございました。おやすみ。バイバーイ。はい、ママ。あと1分ある恥ずかしい時間になるん。かわいい、ありがとう。またね、またね。近い近い、ありがとう。ライトは2つになった。うん、2つになったちょい長、ちょい長ないよ。夢でね。
会いましょう。そう、長いお見送り、あと30秒だし。じゃあももかはカレーを食べてきます。バイビー。おやすみなさい。おやすみ。